今回は3月29日の調整で降下時間が 5.4 から 5.8 カウントに情報修正された。ノーマル流法を紹介するも、そこには五色デッキや獅子の王道デッキの鉄板パーツとして流行して2度の下方修正を受けた計略な再度情報修正。同じく今回情報修正された五色の大猛霊デッキで再び破天を狙うもよし、前回の調整でノーマル島高いの下方修正されたこともあって、霊樹の号令デッキでの採用も見込まれる優秀な計略に返り咲けると思うよ。放て、後を任せたぞ。いや、バカチンガー、もはや全ては救えぬ。竜が目覚める。従う者か。放て、バカチンガー。竜号の計略は、地域3で戦場にいる緑の味方の武力の最大値が高いほど、武力の上がり、武力13以上がいるときに、さらに速度プラス60。上昇値は、参照する部隊の武力の3分の1プラス1。竜波、発動！1の型。ここで鳥居が欲張ったのは大きなプレイングミスだね。リードが取れた時ほど手堅く慎重にの意識は忘れたらあかんね。水のごとく心を澄まし見極めるのです。俺が隠し味だ。まだ戦えますぞ。天下を乱した報いを受けよ。三河武士の意地と誇りを発揮する時ぞ。放て！負けるかよ。放て！放て！陣中で死ぬこそ武士の本望。と、たらー流派発動。身の肩我が部には誰も至らぬ。横に展開する。敵の弓兵を始末するぞ。あとを任せたぞ。目覚めよ、天下の義士たちよ。動けん。戦えますぞ。負けるかよ。もはや
全ては救える。戦機解放。流派発動。三の型。あとを任せたぞ。放て！よっこいしょ。マガジンが。水のごとく。心を澄まし見極めるのです。放て！戦機解放。我が部には誰も至らぬ。目覚めよ、天下の義士たちよ。放て！もはや、すべては…ローリー！あとを任せたぞ。負けるかよ。落とせるかギリギリのとこやし、楽勝回数で消耗があるからには落としに行くよ。城門をこじ開け、叩き潰せ。退場してくれるか。今回は2試合やるよ。まだ飲んでいたかったんだが。天は我に味方せり。バチンガー。なーだってって動ける。放てー、バチンガー。こんなガキの喧嘩じゃねえ。一の方。我らが波動は我らの手で作る。動け。
ものか。バチンガなあ、だってって動けん。バチンガ見ろ、肩。バカチンガ。我が部には誰も至らぬ。道を切り開く。バカチンガ。マイキよ、さあ、ロックインしよう。おのれ、出ろ。戦機開放。騎士たちよ、出ろ出ろ出ろ。マイキよ、ダム放て。今度は俺らの番だ。お粗末様でした。出ろ出ろ出ろ。流派発動。三の方。流派発動。一の方。目覚めよ、天下の義士たちよ。してくれる。余裕がなきゃ命を救うことなんかできねえ。だろ、リュウさん。